しおりの一例しおりは、本のページに目印をつけるもの。紙や布、樹脂など薄い素材を加工した一辺が用いられ、読んでいるページに挟むことで目印とすることができる。付箋も同様に使われることがある。本の背の上部に取り付けられている紐模様とは同じで、しおりと呼ばれることがある。なお、リーフレットや全種類などの草書書配廃本と同梱する月報を、 しおりと呼ぶ場合もある。現代の一般的なしおりは長方形の硬い紙片で、上部に開けられた穴に紐が通してあるタイプもある。デザイン性が優れたしおりは販売されるほか、出版社や書店が広告を入れて、無料で配布したり、読み手が手近にある紙片で代用したりすることもある。中には、押し花で作った風情あるしおりなどもある。 しおりは本の誕生と共に生まれたと言われるほど古い歴史を持つ。古くは紀元一世紀半ばのキリスト教聖職者が信仰の対象である聖書に敬意を表しつつ読み進めるため創意の一部を挟んだ。ヨーロッパでは活版印刷が普及した16世紀、当初は袋閉じで売られることが多かった紙の本を切り開くため使われたペーパーナイフが しおりの代用となった。長く挟んだままにすると金属の錆が紙を傷めるため、19世紀にはシルクリボンが、その後は紙製が主流となった。日本における原型は仏教の教官と共にトライした造原のくじとされている。奈良時代から平安時代には竹製や木製のくじが使われた。また平安時代の枕の奏紙には、 共産というしおりの役目をする道具の記述がある。江戸時代に庶民を含めて書物が普及すると、小よりや草花を挟んで目印とされた。現代に近いしおりとしては、徳川光国が絹で包んだ紙片を、ごみのお天皇へ献上した。天皇はこれを喜び、西行の和歌、吉野山巨年のしおりの道かへて、まだ見ぬ方の花を尋ねむを引いて、しおりと呼んだ。 しおりとは、木の枝を折ることで参道などを歩く際に、目印としたことから、転じて、本をどこまで読んだかという目印や、初心者のための手引書などを、しおりというようになった。ただし、しおるを、枝折ると書くのは当て字で、元来は物をたわめる意の、しほるが、異義文化を起こしたものである。波行天皇によって、平安末期に、保川行を恩化した結果、 金表記までも、しおるとなり、さらに意味面から、枝おるという漢字表記が生まれたものらしい。明治25年には、春陽堂書店が、尾崎紅葉三人妻の奥付けに、美麗なる彩色刷りのしおりをつけたと記している。紙製しおりが普及したのは、大正時代以降である。昭和初期の円本ブームで、広告付きしおりが多く作られるようになり、収集や、 交換会が行われるようになった。ありがとうございます。